Going on, Junkei here, back again with another episode of Yakuza 0, Chapter 13. We're back in Kiryu's chapter. やがて殻の一坪をめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。Chapter 13, Crime and Punishment. That sounds pretty cool. Crime and Punishment. That sounds pretty interesting. こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ？立花不動産、桐生一馬。Kazuma Kiryu. So I guess Kiryu, 8 hours before Majima reached the Kalamari Grove. I'm not playing as Majima again, am I? I'm playing as Kiryu. Because, yeah, I'm playing as Kiryu. We're in the, we're not in Korimochō anymore. あんた、蒼天堀にいたことが。神室町に来る前は、俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでたやつが今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくれ。渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。そうか。お前にはビデオ屋で世良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくれ。世良ってのも立花不動産なのか。いや、東条会の人間だ。日教連って組織のな。日教連、聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の He got shot. The guy who I fought as Majima, he got shot. 要するにあんたが町をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。
Okay, guys, so we're gonna go to the video shop. That's it, actually. Okay, so we're gonna go to this place called the video shop. So we're in Majima's part of town now. As Kiryu, this is honestly gonna feel weird because Majima's like town is pretty small, not that as big, not as big as Korimocho, but we're gonna be doing this. So we're here in Sudobori. I can't really pronounce the place name. I'm not really familiar with it, but yeah. Where am I supposed to enter? Oh, here we go. Is that it? Yep, there we go. That's the one. いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや。そんじゃあんたが桐生さん。ああ、ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。うん。特別なお客にはここ、中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。Let's continue with this. あんたの趣味の部屋ってことか。立花さんのお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄のさや。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて
周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で、立花さんも自然とガキん頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに、立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか。客が困ってたぞ。あれ、ほんま。ほな、ごめんな。ごゆっくり。あいつ、話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か。話あいじ、おいつ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに大見だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え、いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Never would have thought he would offer to wait by the phone. Not that I'm complaining about a little free time. May as well enjoy. Oh wow, now I gotta wait for a little free time. Oop, hello. You hooligans are gonna be dead by me.Hello, Majima's people. I'm here to take you on both on. Well, I guess we're gonna enjoy a little free time, I guess. Guess I can wait for some little free time while I wait. Wait a second.I wonder, could I go to Club Sunshine as, where's the cabaret club? Oh, can I not visit? Oh wait, can I visit the clan? I mean the Gran as, Kiryu? Can I go inside? Oh wait, hello. I just triggered a cutscene. Probably a sub story or something. So this is the Gran. Impressive.I don't think there's any place this big up in Korimocho. Here for the Grand, buddy? No. Doesn't look like they're open now anyway. Okay, YouTube, we're back. We were just waiting for a message at the video shop. Oda-san, you'd be in the back of the room. You'd be able to call the person from Serayu.そうか、わかった。あ、超町、今から大事な交渉事なんやろ。あんたもう準備はええんか。準備？せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近町で起きてる極道絡みの事件と関係あるのちゃうか。それは俺の口からは言えないな。とにかくあの橘さんが関係しとることや、
平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議はないっちゅうことか。True. I can't think of a single job I've gotten from Tojibama that I called pretty. I should probably assume that trend would continue. Plus, we'll head straight back to Tokyo once the deal is done. I should do everything I want to in Osaka's first. なるほど。それはそうかもしれないな。せやろ。ほな悪いことは言わん。準備は今のうちにしっかりしとけや。大丈夫だ。準備はできてる。そうか。ほな入り。来たな、キリュウ。ああ、それから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋？ああ、そこの座敷でこれからすると周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたことを世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だった爺さんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな、彼女が神様に感謝してるか聞いてみると。いや、聞くまでもね。彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ、キリュウ君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一つをさえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりギョロギョロすんな。いいか、俺はここで怪しいやつが店に入ってこないか見てる。わかってる。また後でな。Like a damn tourist.橘不動産の桐生さんです。日経連の世良だ。座ってくれ。橘不動産の桐生です。
前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さん、立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人、織田という者と私でカムロ町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。お願い。わかりました。立花さんによろしくな、桐生。ええ。急げよ、おい、早く来い。え、今の声。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？Oh crap.そう、気づかれてた。Yeah, they found you, all right? はい。何が起きてるの？You just killed the taxi driver. Oh god, what an incredible cutscene right here. Okay.
You Dojima family people are seriously. Kiryu, use this. Wow. Oh no, am I gonna have to kill the people in that car? Oh no, I'm afraid this was gonna happen. Oh no, this is like a mini game, isn't it? Hidai, move cursor, triangle to shoot. Oh wait, reload and hide? Oh boy, Hidai. Hidai slows down the action. Use the plates that Hidai gauge shown under your HP bar. The gauge refills over time. Oh god. Oh my god, this is kind of cool. I like this. Oh my god, I like this. I honestly like this. This is so cool. This is so cool. I didn't expect I was gonna do this. Oh my god. You're dead. You're done for. Oh god, I'm switching sides now? It's gonna go for the headshots. I guess that's like the easiest way. This guy's ramming into my car like that? How dare you? Oh my god, this is honestly so cool. Okay, you're new, buddy. Okay, these guys have more health. What the heck? Come on. Ah, come on, man. Oh, can I not use any heals? What the frick? Ah. How long do I have to keep going for? What the frick? What? You have a missile, my guy? That's bold. You have a missile? Okay, guys, we're back. But if this is honestly a cool minigame, I do gotta pay attention to my health. Oh my god, and the car health as well, because the car health is honestly the most important thing. How are you hitting me, my guy? Please be the last of them. Oh, thank god, is that it? I don't want to have to deal- Don't tell me. That's a chopper. They have a chopper? Seriously? Oh, they have minigun-
Oh, you're telling me I gotta take him down with a minigun? Oh my god. Come on, they have better guns than us. Come on. Ow. Oh, you're kidding me, right? They have a minigun. Aw, oh, come on, man. Oh, seriously? This guy is spamming the missiles. Come on, man. Shit. Are you serious? Oh my god, this guy is honestly insane. Die, come on man, you're honestly so dead right now. Thank god you're dead. Oh my god, I love it. Oh my god. Well, was that it? Oh my god. Yes, that was so cool! That was insane! Oh my god, that was a cool minigame! I want more of that, please! I want... That was like a cool little minigame. I want more of that, please. Well, where are we now? Oh, that was our taxi driver who got shot. Well, he's dead. Damn, man. That's pretty cool. I love that. That literally reminds me of GTA right there. That's how GTA people does it. Shibusa, Oda, you are not but the header. What are you doing, my guy? Why are you pointing a gun at me, Oda? What is wrong with you? Do I need to... You betraying me? だから
お前らには死んでもらうしかねえ。Oh my god. Oh, am I gonna have to fight Oda again? 大丈夫か、マキムラさん。その杖は？セラさんから万一の護身用にって。でも、橘不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、オダ。なんで裏切った？あんたは、橘の兄弟分じゃなかったのか？キリュウさん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。オダ。So you're the one? It's there. とも殺すってのか。立花と彼女を合わせられねえってのは何だ。意味が分からねえようだ。どういうことなんだ。You're turning on us, that's why. 一から説明しろ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてだ。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。I could have known I should have never trusted this guy from the beginning. それが立花とどう関わってる？俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒に
あのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってた。 Well, okay. そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃もある。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチョウ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は、俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。 Yep, that's his sister. That's Tachibana's, little sister. 牧村誠か。 Is Tachibana's sister? Is...Is that story really true? この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも、立花さんが俺のしたことを許しはしねえだろう。なら、That's Tachibana's little sister.I mean, they look related. But... I mean, they look related.渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはねえ。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。小田さん、立てますか。まだ俺と一緒に逃げる気か。どこまで追ってたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを押し止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら立花さんの役に立って死にて。You loved him? Like, hey, yo. Stay to go. だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。Okay, guys, we're back. キリュウさん、小田さんは？I don't want to be thanking you because you turned on us, man. You really had me on gunpoint. Oh, here we go. This should be a good, interesting long fight. I'll keep you safe, no matter what.
This is the man's family. Let's do this. If I have to, I'll use Beast to go on out. Oh, wait, no, I should probably save that for health. Get off of her! Really? I gotta protect her with all my life now? So this is how it's basically gonna go down. Bro's really gonna chainsaw right now. Back off. This way. You're really not gonna end me with that chainsaw, buddy. Are you insane, Kiryu? God. Get out of here. You really? You're dead. Get out of here, man. You suck. Just get out of here. Any more family coming after me? Oh no, he got shot. Oh, he's dead. ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったな。お前もだ。Oh damn! You killed Oda. しねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。兄は
今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れて、めったに感情を出さない。そう、私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに？10年前。私はそっか。That's a... だからあんたは2年前東京から家出して、でもその中にコウモリの入れ墨を。おだか。Well, he's dead now. Sorry, guys, I'm just gonna try to skip all this. Because, like, I want to, like, end this episode right here because I have to go out somewhere. Oh, God, another cutscene. Oh, God. それでも、あんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。コロモチャ。兄がどんな風に変わってしまったのか。Well, you can't really see. You're blind. 私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語を勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかも。ああ、マジマ、you're thinking about マジマ because he helped you out first。私の人生ひどいよね。なんか。Even though you don't really know what Majima looks like, you're still thinking of him. I showed a flashback picture of what he is. Even though Kiryu doesn't know Majima yet in this game.I don't think. 前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私I go to Korimocha. Yes, we'll get you to Korimocha. I want to see my brother. I'm sure of that.So please, take me there. Kiryu-san! I will. Mokoro. Sure. I will
definitely take you. Is it the end of the chapter? Yes, end of the chapter done. 100 million chases. That's a lot. 100 million? Well, that is it for today's episode. Completed chapter 3 already. I'm sorry, chapter 13. Crimes and Punishment. This game is so fun so far. I absolutely like it. But now we're going to end today's episode. I hope you guys enjoyed. Let me know what you guys think. And I'll see you guys next time. Chapter 4 on Weaving Bones. Alright, chapter 14. But I'll see you guys in the next one. See ya.